おはようございます。やっとね、この購入品紹介をしていきます。で、まあこれ机の上にバーって並べて、適当に置いてるんで、こっちのね、緑の絨毯の上に置きます。広げてみました。買ったもの、まずこのね、スリーの布と、このコーデュロイの布がトライアですね。難波の商店街の中、難波駅から商店街ちょっと入って、ちょっと歩いたらありますよね、角にね。布がブワーって、布屋さんの問屋ですね。これが紫のコーデュロイで、なんかコーデュロイ流行ってるんですよ、今ね。まあコーデュロイ、まあ毎年ありますけど、服。私も結構これ好きで、この生地が。で、紫を買ったんですけど、なんかね、みんなでね、マンチカンさんとかみんなで手芸屋さん巡りしてる時に、服屋さんもね、通りかかったら、めっちゃ可愛いこれみたいな感じで、最近コーデュロイの巾着バッグとかも流行ってて、こんな感じで、これも可愛いなと思って。巾着タイプやったら簡単やしね、紐通してね、周りによって。で、そこに刺繍、でもコーデュロイにね、刺繍入れるの難しいから、アプリケの刺繍をして、まあ例えば近くの C の刺繍なんですけど、こんなんをつける。これブローチなんですけど、こんなブローチで、これをね、こんなんをつける。そう、そんな感じで巾着バッグを作ろうかなと。巾着バッグ普段も持てそうやしね。で、これは1メートル10センチぐらいあるんですよ、縦は。横は60センチで、で、これもね、400円で。これをね、壁にかけて、ここになんか編みぐるみみたいなオーナメント、キノコでもいいし、動物とかでもいいし、で、クリスマスみたいに傘、こんなね、傘の絵みたいなやつあるじゃないですか。あんなんとか星とかね、ハートとか何でもいいと思うんですけど、ここにクイッて縫い付けるか。だからツリーね、置くのが狭い人は、これめっちゃいいと思うんですよね。壁にかけて飾り付けれるから。梅田の湯沢屋。これね、めっちゃ革っぽい、なんかスウェードみたいな生地なんですけど、フェルトなんですよ。フェルトが、こういう革っぽい、加工されてるんですよね。めっちゃ高そうに見えるのに、これね、1メートル40センチもあるんですよ。この幅は50センチで、これぶわ広げたら1メートル40もあって、ね、ポーチとかバッグとか作れそうな。これで400円ですよ。380円かな。いや、これはお得と思って。湯沢屋、今までこんななかったのに、最近多分入荷されてきてて、これね、トナカイとか猫の耳もあったし、もうめっちゃ全部欲しいぐらい。これで多分600円ぐらいしたんかな？ 500 円ぐらいやったかな？多分そんぐらいするんでね、どれも欲しい、3つぐらい欲しかったんですけど、これで我慢しました。これは刺繍をしてからこの枠にはめ込んで、ここにね、チェーンとかつけて、ネックレスとかブローチにすると思うんですけど、めっちゃ可愛いでしょ。で、ダイソー、これは梅田の、H&M の下かな、下降りていったところのダイソーで、このウール100%の毛糸がね、昔だったら考えれないですよね。アクリルしか売ってなかったのに、最近はもうこんなウールとかいいやつ売ってますね。で、これ秋っぽいでしょ、これ。かわいいなと思って。で、このピンはこういうね、ブローチにね、使えるんで、しかも10本も入ってるんでね、これ。めっちゃ便利、100円で。あと、こんなレース。これまだ決めてないですけど、何に使うか。いや、でもなんかに使えそうやなと。この辺が、おしゃれな100均ですね。ナチュラルキッチンっていう100均の、ね、梅田のね、地下にある。これめっちゃ好きなんですよね、この100均ね。可愛くて。まあ、だいたいなんか300円とかしますけどね、500円とか。ちょっといいものが多いから。これが300円で、蓋ついててめっちゃ可愛い。紐がね、なんか、この色があんまり好きじゃないから。ここをね、茶色の革紐とかに変えようかなと思って。これ家にあるやつ。
こんなんいいですよね。これがレザーかな。これがいいかな。で結びやすさはこの柔らかいこっちの方が結びやすいけど、これも可愛いですよね。秋っぽくて。このキノコ6本も入って、こうやって束ねてあって、これで100円です。めっちゃ可愛いでしょ。で、これもみじ100円で、これもナチュラルキッチンで。もみじのお皿。で、これはね、ミルク入れ。コーヒーのミルク入れ。めっちゃ可愛いでしょ、これ。これカフェとかのコーヒー頼んだ時に、これで出てきたらめっちゃ可愛いんですけど。そしてこれ、キノコ。これも100円かな。100円でしたね。めっちゃ可愛いでしょ、これ。で、これ、かぼちゃのコースター。キーの。これも100円。ね、めっちゃ秋でしょ、これ。最後、これですね。難波の、もう、難波駅から近くの、マスザキ屋。難波シティの、すぐですね。で、ケイトの美術館って言って、めちゃくちゃ壁一面あるんですよ。2階建てで。壁一面にずらーってね、ケイトが売ってて、いろんな種類。珍しいの。でもね、安いんですよ。だいたいなんか珍しいちょっといい毛糸って一玉500円以上するでしょ。700円とか1000円とかしたりするのが、もうどれも半額とかで売ってるんですよ。400円、500円。でね、これがところどころに葉っぱが生えてるんですよ。めっちゃ可愛くないですか、これ。でね、この木も、木のビーズ、ウッドビーズ、ところどころなんで、こうやって今見えてるこんだけしか出てないから、これなんか編み物した時にこの葉っぱたちがちゃんと出てくれるんかなっていうね、表側に。なんかポーチにしてもなんか作ってうまいことねこっちに出てくれるんかな、ね、これ何はもうなんか巾着とかですかね。でね、手前に葉っぱがちょろちょろって出てたら可愛いですけど、もういろんな葉っぱなんですよ。結構これこのまんまも可愛いっていう、このまま置いてるだけで可愛いっていうね。さすがですよね、ケイトの美術館ですよね。もうこれだけですけどね、なんかこんなんついてたもん。はい、片付けました。そしてね、めっちゃ可愛くなったんですけど、じゃあここにつけたらめっちゃ可愛くなった。このちょうど森の横にね、そしてナウシカと、めっちゃもう可愛いですよね。もう何もしなくても可愛い。もう一気にクリスマス感が、これはやばい。これもやばいです。そしてスタジオ近くで、でこれぶら下げてるんですけど。これは近いうちお出かけに持っていきたいなと思って、何か入れて。で、今からねちょっと編み物しようかなと。アフガン編みをねちょっと練習したくて。かわいい。デスクの上がこのこう散らかってる感が、こういう手芸道具が散らかってる感がかわいい。これね、これからやるやつ、これも近いうちやるんで。で、これの紐変えたり、編み物のね季節になってきたんで、またいろいろ作ってまた動画撮ります。今日はここで終わります。ここまで見てくれてありがとうございました。また皆さん何作り始めてるかまた教えてください。もう編み物ね、編み物ですよね。もうどんどん可愛くなっていく部屋がね、可愛いもん。ちょっと今からライブ配信でアフガン編みを練習しようかなと。でこのままにしてるんですけど、この動画がもしかしたら明日ライブ配信の次にアップされるか、順番おかしくなりますけど。